今回は直球曲ロズワールやるんだけど、ラムを使うと特殊演出を見ることができるって、聞いたから、やってみようと思う。でどの辺でその特殊映像、流れるかもわからないから、であとはメタトロンがめちゃくちゃ強いって人も聞いたから、メタトロンにしたらもうこの友情だけでもめちゃめちゃ強いから、これで、はい、最初のレムとか使って頑張ったあれはとめちゃめちゃ最初にレムとか頑張ったのに、もうほぼほぼもうメタトロンに全部持っていかれちゃったね。で、でこれで毒食らう。でラムはブロックと地雷全く対応してないから、回復枠になっちゃうんですよね。そこはメタトロンの後はもう頑張ってもらうしかないっていうところで、でこれ痛い。よし、オッケー。で、ゴリラね。これで、はい、はい。結構硬いね、ゴリラ。で、それで、ゴリラで倒して、おっ、でこれで、おで、今回のロズワール属性効果アップなかったいいだろう、来たまえ。確かなかったよね。だからメタトロンでもいいよみたいな。でほとんどのギミック対応してるキャラだったらほとんど何でもいけるんじゃないかな。で、この痛いやつ、なんかレーザーみたいな結構痛いのやつ食らう。でこれで回復して、でこの火の床なんか食らうとだいたい一発で1万7000ぐらいだったかな、結構痛いんですよね。だからこれで、これだけで3万7000ぐらい食らってるんですよね、2回往復しただけなのに。でとりあえずここで、そしたら、床は食らいたくないから、メタトロンを使って、でこれボス先に倒してもザコは残るから、SS ダメだったりとか配置とかも整えることができるから、これでとりあえず、そしたらでこれ毒食らう。毒はあまり大した痛くない。でこれでこういって、おっ、おっ、うおじゃあ右下の、で
の声聞こえたの。それで、まあ、バリア張ってるから結局できないけど、そしたら、はい、おおでこれで、はい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 、でこれさっきミスってメタトロンの SS 使ったらメタトロンの SS のボイスが長すぎて隠し映像の声が聞こえてないミスったんですよね。だからこれは SS 使わないで殴りで倒したいと思います。おおで、あともうさすがにこれできるでしょ。はいはい、ダメ、ロズワール様を愛しています。おお、そんなはずがあるものか。はい、まあ、隠し映像でした。ごきげんよう。